うちね、実はお弟子さん取ったことがあるんですよ。それだから分かるんですけどね、その超安全賭博婚則、まあしつけをね受けてないっていうか、まあよくもしそういう類型が、ああいう類型が犯罪を起こした時に、まあ親が教育が不行き届きとか、私の教育が間違ってましたとか、よく言ったりするケースがあるけど、実は何の教育も受けてへんねん、彼らは。親から、そういうことに関する。だから間違ってるも間違ってないも、正しいも正しくないも、ないねん。受けてへんねん。ね、そういう方面の教育をね。で、そんな人ですが、下町の人間関係にもちょっと入ってこられへんから、その親もね。まあ、それはもう昔からある構図やからしゃあないねん。で、まあ、助けてほしくて、たかってきとんねん。まあ、それは超安全と爆音ですかな。あれ以上のアプローチは彼らはできへんねん。今言った理由もあるかもしれんけどね。まあ、いろんな理由はまあ、これから分析せなあかんけど、ね、むしろそこを分析せなあかんねん。彼らの生態についてな、もっともっと。で、それは、まあ、教育論とか、あるいはしつけ論、あるいは宗教論、あるいは哲学論。なっていくよ。で、政治理論にもなっていくし、もちろん経済にもめっちゃかかってくるし、教育論っていうのは、その学校教育にずっと丸投げしてたから、親がね。で、その丸投げされてきた教師に教えられた人たちが今教師になってるわけやから、その世代。まあ、もう、累積的時間も、まあ、積み重なってんねん。弊害がね。悪がっちゃうし、まあ、悪がって言うともう、ビンゴする人はおるかもしれんけど、こういう時はまあ弊害が積み重なってるっていうのが適切やろ。せやけど、うちね、お弟子さん持ってたことがあんねん。もう弟子じゃないからお弟子さんって言ってんねんで、持ってたことがあんねん。で、その時はもう、やっぱりね、言わへんけどね。個人の固定からもはや、もう関係ない人やし。ただね、その時はなかったよ。もう、でも、今回じゃないけど、随分前にあったかな、っていうのを思い出したからね。で、いろいろ今回上手に対処で対応できて、実は。で、次元なんかね、今言った部分はね。で、結局、アウトボクシングってしてんね、こっち来てから。まあ、助けてほしくて、ああやって、だだっこゲームやってるんやろうけど。まあ、ロールプレイング、ファンタジー、冒険、勇者、様ご一行。あんな全部だだっこゲームやからな、実はね。やってるんやろうけど、だけど、あ、そうそうそう。だから、コンピューターでもなんでもね、ロールプレイングゲームっていうのは基本ダダっこゲームだし、で、心理学の手法だし、ロールプレイっていうのはね。しかも、どこで用いられたかって、精神科で用いられてんの、今もね。精神科治療でね。で、だからまあ、基本ダダっこゲームっていう定義で十分間に合うね。まあ、下町には十分意味がわかるわけ。で、ちゃんと子育てしてきた人たちも、ああ、それぴったりね、見て、ビンゴするわけ。だけど、関わりすぎたらね、連中のね、親がうちにかかってくるでしょ。それが嫌やねん。だからさっき言ったように、お弟子さんがいたからわかるけどって話ね。だからアウトボクシングってしてんねん。アウトボクシングの範疇超えてへんやろ。な。そやねんと、あいつらの親の中で一人でも、だからあいつらを何とかしようと思ってね、関わったり、あるいは、風の谷のナウシカみたいに、オウムの前に立ちはだかってもやな。あいつらの、お母様が出てきて、そのうちの一人でもな、あいつらみたいな類型でな、もっとひどい絡み方してきてみいな。な、全員がそんなんじゃないよ。な、一人だけまともとかじゃないよ。まあ、でも、一人はおるやろ。あいつらみたいな類型の、たまらん絡み方しつこくいつまでもするおや。で、あいつらのせいやね、うちのせいにしてくるやろ、絶対。だから、アウトボクシングに対してんねん。な、で、この状況も、これ以上進行せえへん。ずっとこのまま。ずっとあのまま。ずっとこんな壁。実はね。しゃあないや。ここで関わったら、あいつらの家族も、むちゃくちゃになるやん。そんなママがおったらあいつらに。な。予想できるから回避できるやろ。だからこの程度で終わんね。連中とのことはこの壁で、この壁越えられへんね。な。アウトボクシングってさ、目線とついてるわけじゃない。いいわ、いいわ。な。こういうふうな、戦術論のことアウトボクシングって言うんですよ。